皆さんこんにちは、花丸です。今日は令和5年3月24日、気温は 20.4 度、湿度 65%、 湿度バッチリですね。 65% ぐらいあると胡蝶蘭とっても生き生きします。こちらはプリマドンナさんです。ピンクの水彩画の上にクレヨンで線を引いたようなとっても印象的なお花です。で、花びらが大きくて葉っぱも大きくてグラマラスな感じなんですね。で、名前のプリマドンナっていうのはオペラの主役の女性のことだそうです。ぴったりのお名前が付けられているお花だと思います。はい、こちらはですね、去年の12月の10日に椎名洋蘭園さんから半端物で出されていた七種の株を買ったらこんな可愛いお花が咲きました。で、ホームページでお写真を見て比べてみたらどうもリトルワルツにそっくりなんですね。で、リトルワルツっていうのはあの芸者ワルツ系のお花で、この点々のそばかすの美人さんなんですけれども、あまり流通量がなくて出会うことは少ないのに、よくこんなあの珍しいお花がうちに来てくれたなと思ってちょっと感激しております。で、2本立てでたくさんお花が咲く予定です。とっても可愛いです。はい、今日はですね、あの椎名さんで去年の8月に購入したランランちゃんがまた花芽を出していますので、でもちょっとこう形が崩れてきているのでちょっと綺麗にしたいなと思います。で、あのこちらの株なんですけれども、8月18日のうちの母の誕生日に満開で送っていただいたランランちゃんなんですね。で、そこから3ヶ月しっかり花を咲かせてくれたので、2番花は期待しないで花枝は下の方で切りました。で、そうしますとあの年を明けて花芽が長く伸びてきまして、でもちょっとこう根っこの状態も悪いし、このバランスも悪くだらんとなってきているんですね。で、これをきれいに整えたいんですけれども、まだ本格的な植え替えをするには早いし、この花が終わってから植え替えをするにはちょっとだいぶ先になっちゃうなって、また夏頃になってしまうんじゃないかなっていうことで、ちょっと応急的にきれいに整えたいと思います。そこで考えたんですけれども、こちらも椎名さんのダイアン椎名由美ちゃんなんですが、実はヤフオクで去年の9月に1株200円ぐらいで買った花子の株から花芽が2本出まして、こんなに綺麗に咲いてくれたんですね。で、この子も葉っぱがだらっとして、あのどう見てもちょっと根腐れだなっていう状態の花子の株でしたので、根っこ見てみますとやはり周りの根っこが半分ぐらい腐ってました。でもあまり根を触りたくなかったので、外側の枯れてる根っこだけをちょんちょんちょんと切って、バーク植えなんですけれども、外側を水苔で包んでそのままスポッと陶器鉢に入れました。そうしますと今こういう状態で機嫌よく咲いてくれていますので、ちょっと同じようにやってみたいと思います。はい、こちらランランちゃんなんですけれども、もうだらっとこう歪んでしまって、で、この葉っぱ2枚黄色いですね。でも大きさ見て分かっていただけると思うんですが、こないの時の葉っぱなので、もうそろそろ役目は終えるっていう葉なので、あまり気にしなくていいと思います。で、問題は根っこなんですけれども、ちょっとあまり状態が良くないです。もうなんかこう、外側ちょっと白くなっちゃってる感じなので、でちょっと抜いてみたらなんかもうこういう感じのふにゃふにゃの根がいくつもあったので、ちょっと切りました。で、これを整えていくんですけれども、水苔を水につけて柔らかくして水を少し切っています。で、こちらの鉢に陶器鉢ですね、下に発泡スチロールを引いてここに入れていきたいと思います。で、バークエといっても中心はこないの時は水苔で育っていますので、あの別にバークなのに水苔巻いていいんですかとかいうの気にしなくていいと思います。で、ちょっと枯れたとこだけ切りますね。あまり触らないでおきたいと思います。
ちょっと説明飛びましたけれども、ハサミは必ず火で消毒してください。私はアルコールランプを使っています。こうやって刃先を殺菌していただいて、そして冷めた状態で手で熱くないか確かめて切ってあげてください。でもあのスカスカのとこだけ切りますね。あ、もう腐っちゃってますね。はい、もうこれぐらいでいいと思います。で、下の方にちょっとバーク発泡スチロールの隙間に入れて、で水苔で巻きます。で、まっすぐ植えたいので、これぐらいでしょうかね。で、間を、バーク入れていきます。こんな感じになりました。だいたいいいんじゃないかなと思います。で、ちょっと水苔入ったりバーク入ったりしてるんですけれども、これ全然問題ないです。で、私は最初初めてバーク植えをした時に水やりの仕方がわからなくって、大根腐れを起こさせてしまったことがあります。で、水苔って分かりやすいんですね。乾いてこう指を入れて1センチぐらい下がカサカサになってたら水をあげればいいので。でもバークは上の方は乾いてても下の方が濡れていて、やはりこう根を見ないと分かりにくいところがあるんです。だからこの植え方の利点っていうのは、水苔が少し巻いてありますので、水苔の乾き具合を参考にして水をあげることができるんですね。だから初めてされる方でもこれは意外といけます。で、水苔植えをいきなりバークにするとすごく生育が悪くて失敗したっていうお話もよく聞きますので、少しこう混ぜてあげてやってあげるのもいいかなと思います。これは私の意見ですので、やってみたいなと思う方は参考にしてみてください。はい、こちらね、もうすごく可愛いです。ゆみちゃんポコ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 咲いてくれてます。つぼみ落ちも全然ないです。はい、今日ご紹介したのはこのプリマドンナさんとシーナさんのリトルワルツのそっくりさんです。今日もご視聴ありがとうございました。参考になれば嬉しいです。気に入ってくださった方はチャンネル登録、いいねもよろしくお願いいたします。花丸でした。ご視聴ありがとうございました。